離島の防衛を想定し、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が連携を深める国内最大規模の共同訓練、レゾリュートドラゴン。大分など5つの県で今月7日まで実施されました。榴弾砲があそこ走り出した。いつもの砲座ポジションへ今移動してきてるんですよね。別府市在住の写真家高見剛さん、比重大演習場で1999年から始まったアメリカ海兵隊による実弾射撃訓練を記録し続けています。いや、僕は記録者だから、だからもう賛成も反対もなしにいい方向へ行くのを願いながらここで記録するしか手がないですよね。アメリカ軍による訓練をめぐり、地元では根強い反対運動が続いています。一番僕が望む平和は自分の家族の平和だや、仲間の平和は、いや、あの辺に住んでる人たちの平和なんだと。高見さんは住民の思いや生活への影響をまとめたドキュメンタリー映画を手掛け、おととし地元の映画祭で発表しました。平和な時代になってこういう映画は作らなくてもいいようになると思いますけれど、一緒に考えていただければ。高見さんが今回の訓練で捉えたかった一つがオスプレイです。オスプレイは大分空港にも過去2度にわたり緊急着陸。去年11月には鹿児島県沖で墜落し、搭乗員8人が死亡する事故も起きています。比重大では今回、国の要請に反してアメリカ軍のオスプレイによる夜間飛行が確認されました。オスプレイがどんどん飛んできているのが由布院の町の中で観光客のいるところに落ちたら大変なことですよ。さらに今年は沖縄で相次いで発覚した性的暴行事件を受けて不安の声が。沖縄のね、少女が暴行された事件が発覚したんでね、気をつけてもらわんと困るんですよね。ここ比重大にアメリカ海兵隊の訓練が移転したのは、1995年に沖縄で起きた少女暴行事件がきっかけでした。根強い反対の背景には決して忘れられない過去も。終戦直後から11年間演習場にアメリカ軍が駐留した歴史などをまとめた文献にはこう記されています。静かな村は一変、占領軍による婦女暴行事件が起きた。辛い記憶は住民の心に今も深く刻まれています。比重大の負の時代だったんだと思うな。未だに沖縄で続いてるんだなというのが本当びっくりしたし、残念でな、移転以降海兵隊による訓練の頻度が増す中、高見さんは記録していくことの可能性を信じています。一人の人間がちょっと撮影してっていうことは別に大したことじゃないかもしれないけれど、みんなが一緒に考えてできるだけ早く軍事力によらない平和を作っていく方向へ舵を切ってほしいなと。比重大演習場では来年1月から3月の間に16回目となるアメリカ海兵隊の実弾射撃訓練が行われる予定です。